行所バイオセックス。前回ね、もう美女が全身ずぶ濡れになってしまって、ああ、この文字私スケブラになっちゃうから服変えてくるわーって言って服を変えた矢先にね、今度はね、水中から空中に入ったというところでね、中国の空域に入ったというところですね。まあ、こんなプライベートジェットっぽいやつをね、なんか急遽ね、手配してくれる日本政府じゃねえや、日本じゃねえや、アメリカ政府だ、アメリカ政府もすげえなーと思ってますけどね。さあ、悩みを抱えているエレナちゃん、なぜ東京から脱出したじゃん。なぜかって、お前の巨乳が好きだからさ。まあ、悪者は一体誰なのかっていうことを話するとね、もうね、もう答えが出ちゃってますからね。だって慌てて中国に行ったって言ったらさ、もうだからどっかのサイモンになってるからね。はい、大体悪いやつは僕はサイモンって言うようにしてます。誰だっていうのかもしれない。あの詳しくはね、まだバイオハザードスRE3 をね、初実装しているやつを、ね、ルーネットエントリーでさ、ドアが勝手にビヨーンって開くっていうのもちょっとおかしい。何からそうしたんだろう、ちょっと話で。ねえ、パイロットが、パイロットがおっぱいだらけだ。こいつって、オスでもメスでも、どっちでもこのおっぱい星人になるのかな。I suppose I think I'm flying a plane, それは無理だと思われます。それはいいんだけど、それはいいんだけど。こんなクソ狭いところであんなガス噴出するやつと、ね、一緒にいたらで、ね、ヘレナジャマッチヘレナヘレナ分かってるヘレナちゃん、ほら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 、そんなことするからそうなるでしょ。全然昼間にやばいやばい、すげえ乱れてすげえおみだれポンチ、おみだれポンチ、よしくるくるやってやってやばいやばいやばい、ちゃ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 、相手も開いてる場合じゃないよ。横を素通りさせてくれる優しさ。あ、やっぱ、ね、おっぱいは優しいんだよ。おっぱいすか。救わないよね。救わないよね。逃げるポンチ。どこポンチ。行かれポンチ。あれ。ああ。くらくらくら。よし。どこが逃げる。レジにしてちょっとはしたらいでございますね。せい。で、どっかに、あ、あった。で、これを、よいしょ。カチョコンと。よし。んで、後ろの方に何かが起こっていると。There's something wrong with the pressure bulkhead. Get to the tail of the plane, find out what's wrong. はいはいはい、OK。で、あざさざさざ。で、ああ、まだあった。ああ、ありがたい。このチャプタークリアくらいでなんとかマグナムのね無限弾が手に入れば嬉しいなって思うんですけど、これは手に入れてたっぽいね。よし、オッケー。このチャプターはあと1個なんだよね。あおわ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 お、こんなにバタバタしてるのになんで君ら、え、君は何があったんだ、君は一体何があったんだ。はーい、あ、不合格。んで、こいつらあれか、飛行機の乗り物酔いか、みんな。ねえ、バイオシックスのいいところは、こうあれだよね、あの、一般人に銃をちゃんと向けられるっていうところだよね。よいしょ、んで、ころの、確かね、あ、わお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 。ここら辺に武器は、これ何？食い物か。食い物ばっかりだ。んで、違う。想定しておいて、ライフルはね、後ほどまた必要になってくる場面が出てくるであろう。あ、失礼。こうして、これな、レッドハーブがまた出てくるんだな。よし、OK。ね、これ、アイテムは意外と、あ、そっか。スーツケースってこんな野ざらしになってるもんなの。で、降りていって。で、とりあえず、やつと戦う前に、あ、え、こんな近くに2つもあるの？よし、で、オープン。オープンセッション。あ、いいね。これあれだな、前借りだな。
あれこれレッドハーブってどっかなかったっけ？グリーンハーブだけか。あ、でこの先にあれだ。なんだったっけ？ウイ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 。なんだったっけ？あれがあったはず。あ、名前をどうするんですか？あ、救急する救急する。でここ行ったら例のやつが上からレッシュイーって降りてくるんだよね、確かな。でそれはいいんだけど、これはこっちを先に、あ、やらないってか、あれどっか、あったあったあった、あったあった、ちょっとそうそう、これが重要、これが重要って。はい、お願いします。うーよいしょ、うーよいしょ、うーよいしょ、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 よいしょ。で、I think we made it in time と思うじゃん。どうしようかな、こいつをまともに相手にしたら多分もうできないから。よし、OK。 ふぅ、残念だったな。貴様の出番はこれで終わりだ。ぬんぬんぬん。ふぅ、よし。たぶん、おっぱいがなかったら、たぶんだいぶ黒てると思う。やっぱクッションがあるって大事だ。これが、これで重要なのが、これで、あぶね。完全に今、膝やられてたけどな。膝大丈夫なのかな。膝ガーンってなって、おっそへな。早く上がっておいで。はい、どうぞ。この服装はね、以前のカッターシャツなのかワイシャツなのかわかんない。カッターシャツか比べるとね、よりね、おっぱいポイントが、ね、強調されている。ただね、カチカチそうなんだよな、この服装な。どうも皆さん。ねえ、歩かない。歩こうぜ。え、全然歩かんやん。ほら、行くで。あー、なんかもう、何で揺れてんのかがわかんないよね。よし、じゃあ戻りやしょう。あれこそか、レッドハーブなかったのか。まあいいや。これ、あ、ちょっと待って。あ、そっか、大体の武器はあれなのか。完全に、やっちゃってるよね。これまたね、こっちから出てくるんじゃないか。あ、いるね。ほい。ほい。ほい。オッケー。だいぶ、肌迷惑なの。ガス噴出するだけ噴出して、自分だけは早々に幽体離脱して。あ、間違えた武器ー。あー、いっぱい来てる。なんか、瓶投げてるやつがいる。あ、ちょ。いらない。このま衛星エンジンってやろう。あとあれやってアハー言うとったけど、なんで今更やけど、アハー言ってたらなんで。もういっぱいいる。よいしょ。うわー、ちょっと待って、これまさに、うっ、あぶれあぶれあぶれ、間に合わなかった、最悪。よし、でこっち行って、もういっぱいいらっしゃる。しかもいっぱいやってるやつ。じゃあちょっと待って、倒れてるやつ。おお、びっくりした。にゃろうめ、やろうめ。はい、えらいな。起き上がってくるよ。起き上がってきたやついるよ。急いで。後ろ、後ろに積極的レディハグだらけ女。ああ、ちょっと待って、こんな時にーよ、これで、ああ魚いっぱい、This is why I can never sleep on planes. ごめん、そのつもりはなかった。よし、じゃあ急いで。
Jesus Christ, how much worse can this get? When you open the hatch, you destabilize the plane by letting the pressure out. Leon, you're gonna need to take the controls. I was afraid you were gonna say that. Fine, I'll fly. You do something about this. Okay, first, switch off the autopilot to restore manual control. Then, press the third button in the fourth row of the upper panel. Okay, okay, now pull the lever on the right hand side. Leon, pull the throttle! How many levers does it take to fly this thing? Almost there. Okay. ああ、以上か。でも、結局、どんどん降りてくる。あ、すいません。あ、ビニーちゃん。ビニーちゃんを叩く。ごちそうさまです。よく生きてられるよねっていう話なんですよ。ぐへ。ということでね、まあ、普段なら、ここでちょっとね、区切りがいいから一旦終わりましょうというところなんですが、こっからなんとね、いきなりね、ボス戦が始まるというところなんでね、まあ、区切りがよろしくないので、まあ、ちょっと、ボス戦をしっかりとやりきってから、頑張ろうかな、終わろうかなと思いますので、もう少しお付き合いください。ね、そっちの方がね、まあ、皆さん見応えがあるでしょう。リオン。Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? You're tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. There must be some sort of mistake. I report to Simmons.He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Shiri, so many eyes. Gemba, makasare te ru mitai da kedo. Let me handle this.ね、直属の上司ってそのシモンズの間に何人かいてシェリーとかなんかあるか直属ってそういう意味でも言えるのか、うん、まあよくわかんないけどねだろうと思ったよさあ来た元カノ来た元カノここで助けるのがやっぱりね36歳の形でどっからおられたのよこいつってな。レオン、the plane。さあ来た。これ名前なかったっけ？サイモン。Him again。名前忘れた。ハウスじゃなくて忘れた。もういや。とりあえずもうあのストーカーの元カノや。皆さんなんか元カノ元カレとかに追いかけられた経験とか僕はもうないけど、あんまり聞いたなんか全くないけど。うん。さあ。Watch out for his arm! Got it! Ah, it's caught. Agent is caught. Agent is caught. Let him go! Target is caught. Fine. How do you get away from him? I can't. If that happens, it's fine. Oh, my hand is completely broken. Oh, my.あ、だめだめ、燃やしてない、燃やしてない、燃やしてない。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あんま、あれなんだよな。あ、違う、なんで、おーおーおー。避ける箇所完全に見せてたけど、なぜかいけた。ほい、ほい、ほい。おー、みなぎってるぜー。てか、あれ、まだジーク触ってる。はい、はい、はい、はい。なんかもう、かわすまでもね、かわしてって。抜けてった。ああ、どっか行ったな。
よし、じゃあどっか行ってる間に、こいつを、あ、違うね、ナイフ出して。ITL 逃げるが勝ち。ランアウェイ。よいしょ。あー、まあ地味にポイントがね、稼げるのがね。やっぱなんかシステム的には5、4あたりが一番好きだったけどね、あの武器とか弾とか売ってお金稼いでるけど、今回の場合こういうポイントとかにも全然できないですからね、システムですね。突撃する。で、降りて、ほんで、すごい、なんかすごい目線があるんで、あ、めっちゃついてくる。ドラクエみたい。ダダ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 、ウィー。そして伝説へってドラクエ3のさ、サブタイトル、それだけでインタイトルっていうのがあるんだけど、キャッチコピーめっちゃ好きなんですよ。かっこよくない伝説へって。うん、あれ伝説って、レジェンド・オブ・ゼルダが一番か。何の話？さあ行こう。ドド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 ドCompared to Raccoon City, this is a walk in the park, right? これさ、ここに閉じこもっていてさ、NPC2 人が戦ってくれてる間にクリアするとかそういうオチはないのかな。まあ、そんなことしないよね。いくらなんでも残酷だもん。あ、はいはいはい。勉強してる間に。I think I can fix this. Sherry, get behind the wheel. 運転席。で、R なのか、どっちか。直せそうだっていうさ、この電話もすごいよ。OK, let's move! 精通してもロジャーベベ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 かなあかんみたいな、ね、あれだったよね。で、違う。はい、OK、一発デーモニンジン。全然相手にしてくれない、寂しいな。全然相手にしてくれない。ああ、そうか、替えを持ってくるんだった。砲撃が無理になったから、まあ、でもそもそもお前それ持ってなかったっけ。ネイルアンプ、チュキン、お爪が長いのって、まあ、なんかちょっと前に、3ヶ月前くらいだっけ、あの AV 女優がさ、デート代は男がおごるべきだみたいなさ、デート代とか食事代か、男がおごるべきみたいなさ、そんな妄想をやってましたみたいなさ、クソどうでもいい。I was hoping you were exaggerating. あれ、クラッともう。Afraid not. ほいほいほい。ほいほい。もうクソ、あ。ついにはえもう終わるじゃん。わあ、終わった。ねえ、ちょっと AV 女優の話膨らませようかなと思ったけど、そんな間もなく終わっちまったら、うえー、まあ次のパートくらいでもね、覚えてたら話そうかなと思います。さあ、これをね、ヒューマンステイ。はい、じゃあ無事にあの元カノを撃退することができたということでね、なんとか、はい、今カノとそれぞれ分かれてラブラブ過ごしていこうと思います。ということでね、本日もの動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら幸いでございます。まあ日々ね、しこしこと夜中にね、あの家族が寝静まった後にやっているしがないサラリーマンの独り言でございますが、そんなでも楽しいよ、やっぱこういうのラジオ感覚で聞くのたまんないよねっていう方はね、もうぜひ応援していただけたら嬉しいです。ということで、また次回はお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。